ゴルジェ・ヨレゴビチ・ゴルシコフは、ロシア、サンクトペテルブルク出身のフィギュアスケート選手。フィギュアスケート選手の両親のもとに生まれ、1998年にスケートを始める。ナタリア・ゴブレワに支持した後、エフゲニール・ルカビツインに指導を受けた。2007から2008シーズン、ジュニアグランプリシリーズに参戦。シーズン終了後にコーチを、アレクセイ・ウルマノフに変更した。 2010から2011シーズンにはジュニアグランプリファイナルに進出し8位。世界ジュニア選手権では9位。2012年の秋、ペアへの転向を決めた。しかし、ペアへの転向を断念し、2013から2014シーズンからは男子シングルの選手としてシニアの国際大会への出場を始めた。復帰戦のアイスチャレンジでは銅メダルを獲得した。 2014から2015シーズン、チャレンジャーシリーズでは2戦ともにメダルを獲得。ロシア選手権では過去最高の5位に入った。アレクセーアーマノーブ、栄光地図パースペクティブ。ありがとうございます。